チャンネルです。今日は豚肉の生姜焼きを作ります。それでは今日もよろしくお願いします。材料はこちら。まず付け合わせのキャベツを 2,3 枚千切りにします。ミニトマトは半分にカットし、お皿に盛り付けておきましょう。小ネギは小口切り、生姜大さじ1、ニンニク大さじ1/2をすりおろしてください。豚ロース薄切り肉は4枚使います。筋と脂身に包丁で切り込みを入れましょう。塩、胡椒、小麦粉それぞれ少々を両面に振ります。次にタレを作ります。ボウルに酒大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ2、すりおろした生姜とニンニクを入れてよく混ぜ、タレの完成です。強火でサラダ油大さじ1、お肉を焼いていきます。ひっくり返したらタレを加え、お肉にしっかり火が通るまで焼きましょう。お肉が焼けたらお皿に盛り付けてタレもかけてください。小ネギを散らして完成です。生姜が効いていて食欲が出ます。お弁当にもおすすめです。次回は照り焼きチキンを作ります。楽しみに。お料理くまチャンネルではお家でできる簡単本格レシピをご紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。下の説明文にブログ、 YouTube 動画ビジネス、広告収入が得られる SNS、スーへの招待リンクを貼っておきます。ぜひお気軽にご登録ください。